宇佐市の公認インフルエンサーに任命されたのは、宇佐市を拠点に活動するドリームファーマーズジャパンなど3組です。今日は市役所で任命式があり、これなが市長が移植状を交付しました。3組は今後、宇佐市の特産の米や麦などをテーマに SNS などで動画を発信していく予定で、今日はその告知 CM が公開されました。 市の公認は、デスティネーションキャンペーンの期間限定で、市と3組は今後、SNS を活用して、宇佐市の特産品が当たるプレゼント企画も実施するということです。